おや、ご機嫌斜めみたいだね、エリナ姫。美人が台無しだ。未来の旦那として悲しいぞ。くだらない軽口ね。おやおや、俺にそんな冷たくしてていいのかな。君の願いを叶えてやれるのはこの俺、サイバー朝日だけなんだぜ。どういう意味か全くわからないわ。神の舌を超える救済のヒーロー。君も君の母親もそれをお望みのはずだろ。なぜお母様のこと調べたんだね。だからこそブルーを制する意味がある。ブックマスターが求めているのは神の舌じゃなくて俺の料理だ。ふざけないで。ブルーの頂点には私が立つ。そしてお母様の言う今まで地球上になかった皿とやらも私が作ってやるのよ。あなたの出る幕はないわ。失礼。素直じゃないな。どうだい、素敵なデモンストレーションだったろ。君の母親は評価してくれたみたいだぜ。言ったでしょ、私があなたに勝てばそんなもの何の意味もないわ。だからなきりマナは壊れちまったんだ。必要なのはもっと別の力。そうじゃなきゃ彼女の求める皿なんて作れない。会場の空気はどうだった？もはや誰も俺の優勝を疑ってない。異論があるやつがいるなら紹介してほしいもんだ。彼女の救世主となりうる料理人は君じゃない、俺だ。そんじゃ反論していいっすかね。